科医の平松です。今日は花粉症どうすればいいのか、そしてアレルギーについてお話しようと思います。花粉症だけじゃなくて、緑内障とかの目薬をしてる人のアレルギーとかも関連してるので、聞いていただければと思います。まず、アレルギーっていうのは、まあ、花粉症が代表ですけども、杉花粉ばっかり考えてますけど、花粉は杉以外にもあるんですね。豚草とか鴨ヶ谷とかあるので、 全く杉の時期じゃないと花粉症じゃないってわけではないと思っていただければと思います。そして、眼科的な治療で言うと、目薬をするっていうのが基本になります。いわゆる、抗アレルギーの転眼薬っていうふうになります。この抗アレルギー転眼薬の場合は、まあ、副作用はあることはあるんだけれども、まあ、そんなにリスクが高いものではないっていうところがいい点です。一方で、アレルギーのお薬で、 ステロイドの目薬が出ることがあるんですね。このステロイドという目薬は、眼圧という目の硬さ、これを上げてしまって、まあそれによって、まあ、いわゆるダメージ、緑内障などになってしまうことがあるので、処方薬の場合、このステロイドを出されてないかっていうのは気をつけた方がいいです。市販薬については後でお話しますね。で、それ以外には、免疫抑制薬っていうのを使うことがあります。まあ具体的で言うと、 タリムスとかパピロックミニって感じです。ただこれは普通の花粉症には使わないんですよね。春季カタル、春の,、ね、あのカタルって言って、すごくひどいアレルギーみたいな感じになった人には使うっていうようなお薬と思ってください。免疫抑制剤であれば眼圧が上がるリスクはないんですよ。ただ、免疫っていうのを抑えてしまいます。免疫って何っていうと、 外的に対して反応する力を免疫って言うんですよ。これを抑えてしまうので、普通にアレルギーだけではなくて、感染症にも弱くなってしまうんですよね。ウイルスであるとか、細菌であるとかの感染症に弱くなってしまうっていうのが問題点です。ステロイドの目薬の場合、リンデロンっていう目薬の場合は、まあ数、数で眼圧上がることがあります。 フルメトロンっていう目薬だと、まあ、そんなには上がる可能性は高くはないって思っていただけるといいですね。ただ、長期に使っていると、まあ、それで眼圧が上がってしまうと、緑内障になってしまうので、まあ、ちょっと要注意って感じになりますね。また、アレルギーでまぶたがかゆい場合、これもステロイドの軟膏を使うことがあります。プレドニゾロンとか、リンデロンとか、 ネオメドロールとか使うことがあって、これも眼圧、目の硬さを上げてしまうので要注意です。市販の目薬はどうなのっていうと、市販の目薬は普通に買える目薬と薬剤師さんがいないと買えないような、まあ、第二類医薬品とかってね、言われるようなのがあります。薬剤師さんがいないような普通に買えるアレルギーの目薬はかなり弱いです。なので、 このアレルギーの目薬で治らなかったと言っても、まあそりゃそうだよねぐらいなニュアンスで捉えていただけるといいかなって思いますね。一方で、いわゆる2類の目薬で、まあザジテンであるとか、えー、いろいろあります。で、これらの目薬であると、今、処方薬として出ているのよりは劣るけれども、それなりの効果があるんですね。これなんでかっていうと、昔は、 処方薬として出してたお薬なんですけども、今は新しい処方薬が出てきて、まあ、昔使ってた処方薬は、まあ、比較的安全性があると分かってきたので、じゃあ、わざわざ眼科に行かなくても買えるようにしようっていうのが、今現在の2類とかの抗アレルギー薬なんです。だから、まあ、それなりの効果は期待していいと思って使ってくださって結構です。で、 アレルギーで目薬を使う時の注意点としては、早めに使うっていうことです。花粉症であれば花粉が痒くなる前から使った方が落ち着きやすいですよね。なんでかっていうと、そもそもアレルギーってなにってお話なんですけど、まあ、花粉だったりお薬だったりダニだったり、まあ、そういうものが目に入ってきます。 本来はそんなに怖いもんじゃないじゃないですか、花粉って。花粉が入ったから失明するとかそんなないわけですよ。なのに、すごく悪いものであると。これを放置しとくと偉いことになってしまうと、勘違いして激しい攻撃を与えるんですよね。だから要は、すごいウイルスやすごい細菌が入ってきたかのように攻撃をしてしまうわけです。すると、過剰な攻撃であるために、 その炎症、免疫反応が起きて、充血、目にが出てきたりとかしてしまうわけなんですよね。だから、アレルギーの治療は何をするか。花粉やダニが入って,てきた時に、勘違いしないようにする方法っていうのは、ほとんどないんですよ。例えば、舌下免疫療法って言って、 ベロの下のところに定期的に花粉を入れておいて、それで慣れて花粉症が発症しないようにするっていう、こう、いわゆるこう薄い毒をずっと飲んでることによって毒は感じなくなるみたいな、こんな世界観の治療法っていうのがあります。実際私もシダキュアっていうスギ花粉の舌花免疫療法を今現在やっております。まあ、 まだ始めたてなので、そんなにはこう、効果が、ああ、爆発的だなとは思わないけど、まあちょっとはいいのかなっていう気がしていますね。な長く続けなきゃいけない、この舌下免疫療法。つまり、ある意味、花粉症の根本治療なんですよ。ただ、 その根本治療効果が出るのに、2年から3年はまずかかると思ってください。で、その後維持するのに、もうちょっと飲んだりするので、4、5年飲んだりすることがあるわけなんですよ。だから、まあ、まあ、2年3年で終わることもあると思いますけど、そこそこ、時間がかかるもんなんですよ。なので、えー、飲み薬飲んだ、はい、良くなったっていうタイプではないです。全くないんで、ただし、本質的に勘違いを正すというのはあります。あるんですけど、 なかなか時間かかる治療なんですね。だから今一般的にやられているのは、この攻撃さえやめてれば、その炎症とかが起きないので、攻撃やめさせようっていうもんです。それがアレルギーのお薬。ただしアレルギーは全体の抗アレルギー薬は全体の攻撃の中の一部しか止めてくれないんですね。その他はなかなかちょっと止めにくいところがあると。とステロイドは結構広い範囲の攻撃を止めてくれるので、 効果は抜群です。その代わり、副作用のリスクがあるっていうところがステロイドになってきますね。というふうに、まちょっと使い分けがあって、目薬を使って。じゃあ、おすすめの市販薬はっていうと、おすすめ市販薬っていうね、動画があるので、ちょっとそれも見ていただけるといいかなって思います。じゃあ、目のアレルギー、目が痒いんだから、目だけの治療をしていればいいかというと、そうでもないです。 もし、鼻とかうーん、そういうところにアレルギー反応がある場合は、やはりそちらの治療もした方が目にとってもいいんです。ですから、同時に耳鼻科にかかって、耳鼻科でお花の、お鼻の点鼻薬をもらったりだとか、内服薬をもらったりして、全体的に炎症を起こさないっていうことが大切なんですね。つまり、鼻が炎症を起こしてて、 目の炎症だけ抑えましょうって言っても、やっぱり他の炎症が来ちゃうんですよ。そういう意味で、鼻、目、一通り抑えるって思っていただけるといいと思います。じゃあ、目を洗うのはどうなのっていう質問があります。まあ、こうカップみたいのに水入れて洗うやつとかってあるじゃないですか。なんかこう洗うと気持ちいい感じがしますよね。それは花粉が取れるので、まあ確かに気持ちいいし、炎症が 一時的に起こりにくくなるっていうののメリットはあります。一般的に目を洗うっていうことは、いいか悪いか、正直まだよく分かってないっていうのが現状です。目を洗うことによって、逆に、 え目に傷がついてしまうとか、まあ、変にこうダメージを与えてしまうんじゃないかっていうまあ研究もあることはあるんですよ。一方で、目を洗ってあげてアレルギー物質をなくすことでまあ炎症を抑えてあげてアレルギーを抑えてくれるんじゃないかっていう研究もあるんです。じゃあ、鼻を洗う、鼻うがいってどうなのって言うと、鼻うがいは比較的耳鼻科の先生からも積極推奨されることが多いので、鼻うがいはまあまあやっていただいていいかなと思いますね。えー、目の 洗うのに関しては、目を守っている涙には、無賃だとか、油だとか、いろいろこう重要な成分がありまして、それも同時に流してしまう可能性があるんですね。すると、目が傷ついてしまうんじゃないかとも言われていて、そこが要注意っていうふうに思っていただけるといいと思います。そして何より、アレルギー物質を入れないというのが一番なんですね。だから、メガネ、 特に防護メガネ的なやつをやっていただけるとより素晴らしいですね。そしてマスク。つまり目だけではなくて鼻とか口にアレルギー物質を入れないっていうことは効果的なので、ぜひぜひそれもやっていただけるといいかなっていうふうに思います。じゃあ、コンタクトはダメなのっていうと、コンタクトはアレルギーが起きやすいんですよね。なので、できればメガネにしていただいた方が好ましいですね。 でも、私は杉のアレルギーじゃないから関係ないでしょって思う方もいます。実は、例えば、緑内障の目薬にアレルギーがあります。ダニにアレルギーがありますって言っても、それ以外もちょっとアレルギーを持ってることってあるんですね。すると、花粉も入ってきた。で、緑内障の目薬も刺してると、と倍化してアレルギーがひどくなっちゃうことがあります。 なので、メインであなたが感じているアレルギー以外の余計な物質を目に入れないってことは、アレルギーを全体として抑える上で重要なので、まあ、比較的目に入れないという、この行動は積極的に普段からしていただく。さらには、過失。 お部屋の湿度をある程度出したりとか、空気清浄機などを使って、えー、花粉などを除去していただくのがいいですね。特に加湿してあげないと、目が乾燥して、より炎症を起こしたりしやすい。ね、えー、余計な物質も流しにくくなってしまうので、加湿っていうのはやっていただけるといいと思います。また、 目だけじゃなくて鼻で言うと、例えばレーザー治療とかそういうのもあるんですね。目だとそういう根本的なね、のないですけども、そういうのを受けになるのも一つです。私も鼻のレーザーとかたまに受けたりしてるんですよ。まあ、ただこれは一回やって治るもんではないので、たまにやんなきゃいけないっていう感じになりますけどね。えー、今日はアレルギーについてお話ししました。基本的に天眼は抗アレルギー剤を使うのが多いと思いますけど、ステロイドを使うとき、特にリンデロンというのは注意です。 免疫抑制剤は眼圧を上げないですけど感染症に注意が必要になります。市販の目薬は2類とか、まあ、比較的こう、ちゃんとしたやつの方は効くけども、そうじゃないのはまああんま効かないなって思ってください。内服、点鼻なども同時に併用した方が基本は落ち着きやすいので、えー、きっちりと他の家でも見てもらった方がいいです。 また、目を洗う、鼻を洗うのはどうっていうと、鼻を洗うのは良さそうだ。目を洗うのはちょっと何とも言えないので、まあ、洗うのも一つかなっていう程度と思っていただければと思います。また、そもそもならなくするっていうのは、舌下免疫療法というのがあるので、今、あのー、 まさにアレルギーが出ている時ってちょっと難しいんだけど、落ち着いた時期にできるので、ちょっと念頭に置いていただけるといいですね。メガネ、マスクというのをして予防するっていうのも効果的です。まあ、こんな感じで、ね、季節に関連するような情報とか、目にとって大切なこと、日々アップしていきますで。見逃しちゃうこともあると思うんで、よく概要欄の方にメールマガジンがあるので、そちらも登録していただければと思います。よろしくお願いします。